はいどうも、両血のマッシュでございます。というわけで、先日ですね CGM48 を、発足ということでね動画を上げましたけども、なんとまた新しいグループが誕生することが決まりました。はい、というわけで、インドにしかも、2グループ同時に、発表がありましたね。首都デリー、こちらのねインド北部を中心に活動する、DEL48、 そして、ムンバイを拠点に活動する MUB48 ですね。 MUB48 でございます。はい、というわけで DEL48 なんですけども、こちら英語表記デリーに由来する、DEL ということですね。ロゴのカラーは国旗のサフラン色ということで、力と勇気、そして白、平和と、真実をイメージしたということでございます。そして MUB48 なんですけども、こちらはね、ムンバイ、英語表記のムンバイ、から来ております。そしてロゴカラーは、緑、豊かな大地、そして、白、平和と真実ということでね、そちらをイメージしたロゴになっているということでございます。うん、海外でいうとね8番目そして9番目のグループ展開ということになりますけどね。いや、どんどん世界が広がっていくというかね、なんか48グループ世界征服が始まってるんじゃないかというふうに思いますけどね。まあアジアを中心にっていう感じにはありますけどね。うん、まあムンバイ48に関してなんですけど、これ以前ね横山さんの特別ショールームで発表がありましたけどね、その時は MUM48 ということでね、ムンバイ48でしたけど、前のね運営会社との契約を解約ということでね、新たに MUB48 ということになるということでございますね。もうね DEL48 の方は、この年末から、お披露目だったり活動が始まるということでね、もう結構急ピッチですけどね。最近の48グループ海外でもねこうイベント出演だったりっていうのも多いですし、逆にね日本でもどんどんね海外勢が出演っていうこともね今後出てくるかもしれないんでね、うん、こうまたね海外から新たなスターっていうのが出てくると思うんで、それに関してはね、要チェックなのかなというふうに思っております。まあ総選挙でもね世界選抜総選挙っていうことで、そういうのもあったわけなんで、どういうところでね海外のメンバーと絡んでいくのかっていうところもね、まあ一つ注目なのかなというふうに思います。はい、というわけで今回はそんな感じの動画でございました。まあグループねどんどん広がっていくのはいいことだと思うんでね。というわけで今回はこの辺で、ね、終わりにしたいと思います。どうもマッチでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。